ライン？ライン！何やってるんだ！収録！あ、いや、これは…なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって？私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろう。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体、まだ痺れてる？モナドをしまい込んである理由、わかったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしても、モナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様。いや、文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが？文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱えよな、てめえらは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃、あと一歩届かなかったようだな。やめろ！シュルク、ねえ、シュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオル。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時、何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか。やっぱり変よ。これもモナドのせい。さあ、どうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった？ない？ああ、そうだそうだ、あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか。懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か。そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お
その辺の地理に詳しかったの。なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ。あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど、主力が怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも分かった、約束する。主力には傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないだろ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。運搬ケース、必要でしょ。フィオルン、私も行くことにしたから。うちで心配してるより横で戦ってる方が安心だもん。さ、行こう。やっぱ信用ねえな俺みたいだね。